さっきで切ったこの位置とこのレイヤーの位置をつなげてるので、この間にある毛は僕がこうやって下で決めたわけじゃないので、勝手に長さが決まってるから、だからもみあげの長さが少し違うことがほとんどなんで、ここでもみあげの長さを合わせます。結局最初はやりに来たことだわ。でもそのさっきの人ってアースとかちょっとアースの人松根とか来たの。これ下の毛、この下の毛と上の毛をこうやって繋げてしまう。ここに重なってくるものがこのビューシャの最初はスパイルの方で俺をお店でやりたいって臭くないので、ここも生存競争で使ってる部分を少し切るぐらい毛を割る。すごいよね。下は切らない。はい、切らないです。要するにスカスカになっちゃう。だけどほとんどの、美容師さんは、家に。